田翔太が投てきいたしました。これまでの70メートル33でした。本日70メートル47で競技を終えております。山田ホールディングス柏村亮太、これまで70メートル69。東京都さんは69メートル8、本日は70メートル69で競技を終えております。優勝を決定いたしました。新潟アルビレックスラフィングクラブ中川達人、これまでの記録は70メートル75、大会記録は71メートル2です。70メートル82、記録を伸ばして競技終了となります。それでは男子ハンマー投げ決勝競技終了です。優勝は新潟アルビレックスラフィングクラブ中川達人、70メートル82でした。女子 200m 決勝です。出場の選手を紹介します。2レーン福岡大学前田美穂、3レーン MNG 松林玲香、4レーン法政バス壱岐愛子、5レーン法南大学岡部若菜、6レーン南九州ファミリーマート鶴田玲奈、7レーン、エドリーソフト、青野俊馬、9レーン、甲南大学、奥野ゆめ、グランプリ女子 200m 決勝。
勝利したおめでとうございます。ご一緒に。